前田殿も。毎度、岩本でございます。はい。さあ、よしさん。はいよ。クライマックスシリーズの中なんですけども、うん、やっぱりね、この1年間、岩本さん、日本ハムを中心に、それからエスコンフィールドまで取材も行かせていただいたということで、はいはいはい。2023年の、まあ、新庄監督のですね、うん、続投も決まりましたということで、はい、今年果たしてどうだったのか、うん、それから来季に向けてどういうことを期待したいのかっていうのをですね、岩本さんに語っていただこうと思っているんですけど。なるほど。はい。僕ね、はい、今シーズンのファイターズ、今シーズンの新庄監督というよりも、はい、この2年で新庄監督が何を感じたんだろうかっていうのを僕ずっと考えてたの。というのはすごく気になる発言がやっぱ随所にあって、はい、新庄監督はまあ作戦がうまくいかなかったりとか、で選手たちがいいパフォーマンスを出せなかった時にインタビューでなぜできないんだろうかね、あんだけ練習してるのに、というようなことは一切言っていない。この2年間、なぜできないんだろうかという言葉を聞いたことないの。聞いたのはなぜあんなに練習してるのになぜやらないんだろう、できるかできないじゃなくやるかやらないかということをずっと不思議そうに発言してたの。なんでかなと思って、僕ね、答えのようなものをあーこれかっていうのがあった。というのはタイムスリップなんですよ。タイムスリップのギャップ。と思えばね、僕ら同学年なんで野球の指導方法とか、ほんで高校野球のあり方も水飲むなとか、ピッチャーは朝から走っとけとか、あの素振り千本しろとか、まあ、そんなことがなんか当たり前のように感じてた世代ですよ。でそれが今となってはそんな不効率な練習あるかいってなるでしょ。でもそれを当たり前と信じてた私たちはやってたもん。できるかできないじゃなくてやってたの。あ、一軍の監督が来た見てると思ったら、できるかできないかを見せるんじゃなくてとりあえずやったのよ。これね、新庄監督が僕らのところのチャンネル来てくれた時に言ってたと思う。走攻守全てにおいてまんまアピールしたって言ったでしょ。ほんでね、彼がやあるプロ野球人生ずっと送ってきて、2006年のシーズンで引退します。でその頃にはファイターズの選手で森本ひとりとか田中健介がそうやってレギュラーをもぎ取ったのを目の前で見てんねん。ほんで優勝したでしょ。ほんで、あ、やっぱり野球ってそうだよねっていう野球感が新庄剛志監督、新庄剛志選手のコンピューターの中にあったと思う。監督として日本ハムから指名された。で始まった時にまずトライアウトと歌い、選手たちにね、潜在能力を気づかせたでしょ。で今シーズンその気づかせた潜在能力を戦力に変えようと試みた時に、今時の選手たちのギャップにぶつかったと。この14、5年で社会の若者たちもうわーともう変わりを見せてるやん。変な話、なんやらハラスメントっていうのもこの14、5年で出てきた言葉ですよ。はい、で日本帰ってきた時に、ああこんなことなってんのかと思いながら、でも野球はね、ああやるかやらかの世界やと思ってた監督がですよ、選手たちができるかな、ちょっと一球見てみようとか、なので監督は、え、なんでバット出さないのとか、え、なんで走らないの、一塁三塁で出したよねサインっていうようなクエスチョンの発言が多かったのよ。これはね、人の移り変わりで野球選手もどん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 変わってきてんねん。人が変わっている、野球選手が変わっていることに面食らったと思うよ、この2年間。だからずっと、あ、なんでやらないんだろうかと。ほんでそうやって行動に移さない選手をファームに落としたよ。でそういう選手って2軍でも自分がなんで2軍に落ちたか分かってなかったと思う。なので1軍2軍の入れ替わりがめちゃくちゃ少ないチームだったでしょ。レギュラーと言われる選手がこんなに少ないのに選手の入れ替えがこんなに少ないっていうのは驚き。阪神とはわけが違う。だから来年2024年のシーズンはバットを出す選手、目いっぱい全力で投げるピッチャーを優先して生かすんじゃない。今時の選手はね、自分の中でジャッジしてしまうんですよ。ジャッジというのは普通は行動に移してからなんだけども、行動に移す前に自分でジャッジしてしまうの。でも新庄監督は行動に移して結果を見てジャッジしろよと。そのなんていうの、もどかしい部分っていうのはあったんじゃないかと僕はそれを感じたのよ。実際指揮を振るう中で今時の若者の心の中がなかなか理解に至らなく苦労していた新庄監督がいたと思います。がしかしよ、新庄監督はそのことを全部含めて必ず戦力に反映させる努力をします。それこそ本当の秘策奇策を頭に浮かべてるはず。えげつない新しい野球を2024年にしてくれるんじゃないかと
思っとるわけよ。例えばこう強かった時のファイターズ、まあ言うたらその時のメンバーの方がコーチとか GM とかスタッフたちが集まってるわけじゃないですか。その時だから比べるとどう違うんですかね。ああこれね、ある人とそれ話しました。勝つためにね、監督からサインも出るけど、それより先に描いてたって。今の選手はサインを出しても行動を移すんだよって言っても行動に出にくいんだって。だから迷いを消すためにサインが増えるって言ってたね。だからといって僕ね、若い選手たちを否定してるんじゃないんですよ。もうしょうがない、学校教育から家庭の教育からそういう時代に生まれてきて育ってきた人たちなんで、あの昔はこうだったんだこうやれよじゃないよ。全然僕はそんなこと言ってるんじゃなくて、今時の人は、あ、生活習慣から、あ、学校教育から、あ、野球のコーチングを受けてもこういう野球人になった、で心の奥にはこういうことが潜んでるのかっていうのをこの2年で僕はもう新庄監督で理解に至ってると思う。だってさ、練習見ててバッティング練習なんかエグいよ、バカバカ打つもん。そらそれこそ2005、6年の選手よりめちゃくちゃパワーあるし、めちゃめちゃ飛ばす、めちゃくちゃ速い。だって考えて、2005、6年一番速いピッチャー155、6球だったね。157、8か、今165やから、それだけもうユニットもサイズね、能力も高くなってるのに、なぜ成績が落ちるんですかとなったら、まあ、その前に心がその体を動かしきれてないっていうのが当てはまるでしょ。だそれをうまく操ってくれるベンチが絶対いると思う。どうなんですかね、やっぱりこう監督が目立つのはどうなのかなって思うところもやっぱ僕もあるんですよ。いやいや、まあ、そういう声も出てますよ。エスコンフィールド新しい球場ができてね、世界に発信したい、一番影響力あるのは新庄剛志氏だったやん。だから新庄監督がただ目立ちたいからじゃなく、それを勝って出て注目を浴びるために努力をしたっていうことやわ。僕はこうファンとして見てた時に、近藤選手が抜けてその責任を感じた選手が何人いるんかなっていうのがすごいこう疑問なんですよね。リーダー格、選手の中でのリーダーっていうのが来ないのかなって思っちゃったんですよね。僕はこれは僕がもうずっと唱えてることで、キャプテンですよ。キャプテンを作りべき、キャプテン的存在は松本剛いますけど、キャプテンのマークつけてないんで、あのみんながそれぞれ自覚を持ってやるだろうになってたんだと思う。もう万波がキャプテンつけてついいんじゃない、僕はそう思う。新庄さんがキャプテンをしてるようではダメってことですよね、要するに。ああそういうこと、そういうこと、そういうことですよね。監督が自らがこうだあだって言うんじゃなくてってことですもんね、うん、どうだったら、ひとりさんは今シーズン1年間されて、立山さんもされたと思うんですけど、そのあたりはこうどんな感じに見られてたんですか。どんなのシーズン終わってからまだ話はしてないけども、はい、もし今シーズン新しいコーチとしてそのベンチにいて、ああちょっと監督に遠慮ありましたね、だったら物足りないよね。じゃあそのあたりは来年期待ということで、うん、ベンチの様も変わるんじゃないの。またまたグランドレベルでコーチとかと監督とかで話すのも楽しみやし、放送席から見るのが楽しみやわ。じゃあここからはあれですね、次の動画で山本さんもっと詳しく野手編と投手編っていうところで、うん、来季優勝のために分析を、はい、選手に切り込んでいきたいと思いますよ。今回の動画はベンチ事情ってどうなったんだろうか、うん、そこにはタイムスリップがあったんだろうかっていうことでした。毎度お気に入り。